AKB48 メンバーの着替えやシャワー、トイレなどを盗撮した大量の動画や画像の存在が週刊文春の取材により明らかとなった。週刊文春はこのデータを入手検証したところ、犯人はオフィス48の元取締役であることが判明した。犯人は N38。 2005年から AKB48 に関わり、07年から10年まではメンバーが多数所属するオフィス48の取締役を務めた男性だ。動画ファイルは計75本、撮影時間は計15時間以上、画像は200枚以上に及ぶ。撮影時期は09年から10年、撮影場所は本拠地である秋葉原の AKB48 劇場の楽屋から脱衣所、滞在先ホテルまで多岐にわたり NHK 紅白歌合戦の楽屋を盗撮した動画もあった。週刊文春は運営幹部にデータの一部を提示した上で、今後の対処についてコメントを求めたが、運営会社 AKS は今の段階で事実関係を確認できていないためコメントは差し控えさせていただきますと回答。05年の旗揚げ公演から今年で10周年、少女たちを預かる運営側の危機対処と管理責任が問われている。